皆さんごきげんよう、カッターです。本日はスーパーマリオパーティー遊んでいきたいと思います。2020年も12月といえばイベントごとだったりパーティーごとが多い日なんじゃないでしょうか。ということで本日はスーパーマリオパーティー一人でも楽しんでいけるのか遊んでいきたいと思います。緊張するぞ。どうもよろしくお願いします。パーティー一人で遊びに来たけど楽しんでいけるでしょうか。みんな遊んでね。強い、おすすめ、また一緒に行きたいぞ。あ、そう、おすすめのポタスとは一緒に遊びました。強いで行ってみましょう。よろしくね。はい、最近楽しいことがいっぱいなのでウキウキしながら動画を撮っていきたいです。あ、いらっしゃい。こんにちは。あ、かわいいリボンついてる。大パッチの秘密の遊び方知ってますか。知ってるよ。みたいな遊ぶと楽しいってどういうことなんでしょう。わからない、一台しか持ってないから。ということでいろいろ遊んでいきたいんですよ。スーパーマリオパーティーっていうのはですね、いろんな人と一緒にこう海を渡りながらネプチューンのなんかわーってやるやつみたいな感じの冒険タイプのやつと、スゴロク、サイコロで遊ぶスゴロクみたいなやつと、このごちゃ混ぜになったなりきりビートっていうやつと、他にもですね本体をいろいろこう組み合わせた遊びとかたくさんあるんですけれども、ちょっと一人で遊べる遊びは限られているので、今回はこのなりきりビートっていうのを遊んでいきたいと思います。ちゃんと喋られてるかな。スタートです。いきましょう。なりきりビートを極めていきたいと思います。音を大きくして立って遊ぶのおすすめです。わかりました、頑張ろう。ちょっとねテレビの音がちっちゃいんだけど、これ編集中の問題だ。も大きくすると大変なんだよね。頑張るよ。ちょっとどうしても無理だったら、えこれ無理だったら大きくします。ストラップをつけてね。はい、これストラップをつけないで遊んだことあるんですけど、本当に怪我するのでちゃんとストラップをつけてください。キャメラさん、お客さんがいっぱいです。スラスラ開演ですよ。わかったわ。ドキドキね。ステージの裏いるみたい。デイジーさん準備はいいですか。ヨシさんはオレンジさん、マサタさん、これ持ち方合ってるかな。マサタさん、今回のステージはどうしますか。ちょっとちょいちょい声戻っちゃうの嫌だ。ハードって何。ハードやってみたいわ。こっちで合ってる。いやー、最高のステージに、レディーイエーイ。パチン。やばい、この調子でやると多分暖房が熱いですね。福岡は昨日雪が降ったそうです。とても寒いです。今でも暖房25度にしてたので体は温まってます。心を温めていきましょう。さあみんなこうやって登場していきます。なりきりビートっていうのは音楽に合わせて高得点を出していくゲームみたいです。オッケーオッケー。オッケー、なんだこれね、難しいんだよね。ずれてるずれてるずれてるよ。先が危ういです。ちょっと待って、音やっぱこの大きさだと無理だな。どうだった、歩け。だって難しい、とても難しい。音楽なんてないですよ。
難しいね。手の歩けてない。合ってるのかなこれ。悪役に負けるとはけしからんです。 OK 大丈夫、息上がるね。これさ、持つ位置さ、持つ位置難しいよね。 OK スキープします。ジェサさん、今回のステージはどうしますか。じゃあリミックスにするか。リミックス、やっぱ音量上げていく、どんどん。いいこと頑張っていきましょう。私のステージに、どうぞ。手触れないちゃんと。あ、またね。わかったわかった、頑張る。次こそね、音をよく聞いて。あ、こっちにいる。ダンテテ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 、はい。難しいね。スン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 、じゃ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 じ、やった、音楽ちゃんと聞いて、次こそゆっくり見ましょう。さっきより上手になってない。
くない。30ポイントの差をつけて勝ちました。アンコールに答えていきたいと思うんですが、ちょっと回りすぎて気持ち悪くなっちゃいましたね